こういう勉強が来たり来るのを勧めるんですけど、いや夫がとか子供が今受験でとか、でも子供がね受験の時こそ来た方がいいの。あんまり子供と向き合うと、こんなにお母様あなたのためにやってる、この成績が塾の送り迎えになってるしね、あなたのために夜食も作ってんね、この成績は何なの。あの自分が楽しんでない人ほど相手を裁くね、攻めるね、攻撃するね、うん、だからね、あの自分が主婦として一生懸命家のことやってると夫に自由にされると腹立ちますよ。いいわね、あなただけ飲み会ですかいいわね。そういう人がね、メンター来ると変わるの。お父さん飲み会行ってらっしゃいお父さん今日ねなるべく早く帰ってこないけど、私終わってからね、あのメンタルのね心理学の教室終わったと食事会、あれがね一番面白いのよ。二次会講座って言ってね、江藤先生とねあのザックバランって話せるから、あんま早く帰ってきたらダメよみたいな自分が楽しんでる分相手の楽しむことを許せ、うん、自分がどっかで被害者意識持ってる人はね、相手を責める率が高い、うん、この間カウンセリング人はね、あの保育士か保育士の先生、幼稚園の先生、ね、先生聞いてもらいます、私毎日500円も出してねお弁当買ってんです、500円ですよ。ところあの仲間の保育士と来たらね、給食の残りをね子供たちの食べてその子お弁当で浮かしてるんですね私ああいうの見るとね、まあ、どうせ捨てるようなもんですから食べてもいいとは思うんですけど、私ああいうのはどうかなと思うんですよね。ひたすら仲間のその保育士の悪口を1時間しゃべられたんですよ。僕それ聞きながら、この人も給食の残り食いたいんだなって。いや心理的にところマイナスの不平って言って、自分が我慢してる分好きにやられると腹立つの、うんうん、だから自分がきっちりきっちりと思ってる人ほどいい加減に自由に来てる人、何話していい加減さみたいな、うん、例えば常にほら心理学の本であるじゃん、前向きにポジティブに行きましょうとか、前向きポジティブ積極的、前向きポジティブ積極的、前向きポジティブ積極的って思って生きてる人ほどね、後ろ向きの自分、ネガティブな自分、弱気な自分を、そんなものあっちゃいけない、もう常に私は誰とでも積極的に明るく対応しなければならないってこう思っちゃうと、後ろ向き、ね、ポジネガティブ、そういう自分はあっちゃいけないと思ってるところにネガティブな人が来ると、もうあなた後ろ向きやなみたいな後ろ向きな意見を言っちゃうわけですね。そうなんですよね。だからいや僕もね、じゃポジティブはいいと思うよ。でもこれもやれる範囲でマイベスト、完璧なんかないの。もうザベストを求める人だからね。ザベストを求める人に心理学、あの中途半端な本で心理学読んで常に前向きポジティブとか言うと、僕なんかはねもうネガティブだったらネガティブを楽しめばいいですよ。もう全然前向きになれない、超落ち込んでるこんな落ち込むこともないかみたいな気がする落ち込むとか落ち込みますみたいな。そうするとね、落ち込んでずーっと落ち込みますとね、こうそこに当たって、そうするとね、やってられへんわってなるんですだから恋人に振られた時に、私もうご飯が食べれない、もうご飯が食べれないって、本当にご飯食べなかった人見たことがない大体どんなに落ち込んでも小腹は空きますからその時に何か食べとこうと思った時に鏡を見て、私食べてやるみたいな、何も食べんやみたいな。そうなったら、だからお葬式の時も実はワンワン泣いてる人の方が立ち会い早いって、おっとがおっとが奥さんたちがおっとがおっとがみたいな、ね、そういう人の方がね立ち会い早いって、逆に言えば、あ、分かっていたことですから気になさないでくださいって言ってる人は泣きを切ってないから、そこに落ち切ってないから力で元気になろうと思うから、永遠にどん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 落ち込みがずっと持続率が高い。